初日の出電車を運転します。京急は1月1日三浦海岸や城ヶ島で初日の出を見るのに便利な特急電車初日号を運転します。臨時特急は品川駅を朝4時24分に出発する初日1号と朝5時に出発する初日2号、2本とも終点の三崎口駅で城ヶ島行きの直行バスに接続します。初日1号と2号ということですけど、はいはい、去年から、去年というか今年か2015年のお正月に運転して好評だったので、まあ、来年というか今度の、2016年1月1日にも運転するということなんですけど、この、ね、列車のネーミングは京急らしいですよね。ちゃんと1本目は1号で2本目は2号っていうね、普通はね下りは13で上りは24なんですけど ね、モーニングライナーとか、あ、モーニングライナーじゃない、モーニングウィング号とかウィング号の、ね、1号2号ってつけてるから、なかなか京急らしいかなと思います。わかりやすいですけどね。はい。